どうもバーンです。チェーンソーなんですけどもね、こちら、僕の使っている、非工機日立工機製の、チェーンソーなんですけれども、今日はこのねチェーンソーのメンテナンスをしていきます。まず今ね、ちょっとオイルの出がねあんま良くない悪くなってきてるんですね。あとそれから、チェーンソーの刃の切り味がだいぶ落ちてきています。これのメンテナンスをしていきます。ちょっとまずね、チェーンソーなんですけども、これ電動式なんでねもう簡単に動くんで、これちょっと動かしてみますね。でね、動かした時に、実際バーって動かしたらね、ここにねこの動かした時に、調子のいい時はねオイルがピャーって跳ねるんですよ。ちょっと動かしてみますね。電動とはいえかなりの音ですね。でもう全然オイルが垂れないんですね。ちょっとこれは具合悪いです。とりあえずこれ早急になんとかしていきます。まずは刃をちょっと取り外して分解していきます。ちょっと、カメラを動かしますね。この製品の場合はまず電池抜きましょうね。ここに六角レンチでカバーが止まってますね。これをまず分解しましょうか。4ミリですね。4ミリ。よいしょ。よいしょ。あとこれ、刃のテンションをこれで調節するんですけどね。うわ、うわ、もうむちゃくちゃなんか詰まってますよこれ。これはダメですね。ちょっと軍手取ってきます。一旦カット。はい、どうもです。そうしましたらね、軍手それから、ブラシをね持ってきました。歯ブラシですけどね。ちょっと分解していきます。でもうこの辺、うわひどいなこれ、めちゃくちゃひどいですね。これはオイルも出ねえわと言ったところですよね。でオイルってどっから出んやろな、これ。多分この辺から出てくるんでしょうかね。とりあえずこれじゃダメだわと言ったところですよね。切れ味もこれが大きな原因かもしれないですね。あ、かなりこの辺ね、オイルでベトベトですね、これ。この辺。なんかオイルっぽいじゃないですかこれね。まあ、こんなんでええか、どうせまたぐちゃぐちゃになるんでね。でね、前にも言いましたけども、チェーンソーってね、あの置いとくだけでもオイルが垂れてくるんですよ。だから例えば家持って帰って廊下とかに置いといたら、あのデロデロになるんでね、それ気をつけないとダメですね。まあこんなとこでええか。あ、垂れてきてますねオイル、ほら、やったね。とりあえずこれでいいんちゃうかなと。で、この刃なんですけれども、刃は、チェーンソーに、装着したままね、刃はメンテナンスしますんで、とりあえず組み立てていきます。まあ組み立て方なんですけど、こんなしてこんなしてやるんですけど、一つ注意点があって、この刃にね向きがあるんですよ。で向きはね、刃にね書いてます。ほら、こっちゃ向きと。でチェーンソーは必ずねこう自分がこうやって向こう側にね、行くんですよ。だからこう向きですね。でね、そんなね、あの素手で触ってもあの怪我するなんてことはまあないです。新品やったらねちょっと危ないかもしれないですけど、とりあえずこれで、はい、ああこっちも、ここもちょっとちゃんと拭いとかなきゃダメっすよね。うわー、こりゃひどい、おがくずだらけですね。いやー、でもこういう作業もね案外楽しいですよね。僕好きですねこういうの。何でも楽しんでねやった方がいいんじゃないかなと
いうふうに思いますね。世の中やっぱ楽しくないとね、楽しくいかんと何事もあきまへんよね。まあこんなんでいいかな。どうせまたデロデロになるんでね。で、組み立て方としては元通りといったいところなんですけども、このチェーンソー本体は結構重いんでね。よっしゃ。で、ああずれてるずれてる、こうですね。これが、あ、こうか。よし。よし、これでどうだ。テンションは。もうちょいか。で、ギュッと締める。よし。これでオイルが出るか確認していきます。で、オイルなんですけどね、もうこんなん使ってます。それではオイル確認。あ、電池がない。よし。出ないですね。ちょっとオイルの量を確認していきます。でオイルの量なんですけど、ここにね電気があって、ここにオイルの量の残量計があるんですけども、あんま正直わからないんで、とりあえずもう満タン入れておきます。なんか減ってそうですね。ちょっとあるな。あるんはあるな。なんで出ないんでしょうね。もうちょっと足してみましょうか。うわぁ下手くそ。さあどうだ。ちょっと出が悪いですね。一旦カット。はい、どうもです。ちょっと場所を変えてね、メンテナンスしてるんですけれども、それはさておき、オイルがねこちらこちらこちら、あのね垂れてはきているんですよ。なので、そんなねブシューってオイルが出るわけではないかもしれないですね。 YouTube 上のね動画を見たらですね、他の人のね動画を見たら、このチェーンソーを動かしただけでもバーってほとばしるような動画もあったんですけれども、このマシンについてはそんなに盛大には出ないんかもしれないですね。で実際、この刃触ってみたところどうだ、あんまついてないな。さっき掃除したてなんで、っていうのもあるのかな。ちょっともう一回確認してみますね。やっぱりこの筋状に出ないんですよね。ちょっと説明書見てみます。最初から説明書見ろよといったところですけれどもね、一旦カット。はい、どうもです。もう一回ね、バラしました。でね、説明書を見たところ、ここがね、チェーンオイルの突出口らしいんですね。でここが詰まっていると、オイルが出ないということなんですけれども、結構オイル出てますよねこれね。だからまあこれでいいのかな。十分ですね。で、2、3分、チェーンを回してもオイルが出ないときは、ここの詰まりを確認してくださいということだったんですけれども、まあ、詰まりもしてないですし、オイルも垂れてきてますし、
もうちょっとね、今一瞬だけ回しただけなんでね、もうちょっと長く回してみようと思います。一旦カット。はい、どうもです。とりあえず、軽くもう一度だけ掃除して、で組み立て直しました。で 2,3 分回さないと、刃からペアーっていうのが出ないかもしれないんで、ちょっと長めに回してみます。それではいきます。来ましたね、オイルの筋来ましたよ。出ていることを確認できました。というわけで、あとはね、目立ての方をやっていきますね。目立てっていうのは、あの刃の、刃を鋭利に研ぐ作業ですね。一旦カット。はい、どうもです。そうしましたら、先日紹介したこの、チェーンソー目立て機ですね。これでチェーンソーの刃研ぎを、目立てをやっていきます。何しろ初めての作業なんでね、うまくいくかどうか。すいません、どっから始めたかメモしておくのを忘れました。ちょっとマジックペンを取っていきます。一旦カット。はい、どうもです。そうしましたら、どっから、目立てを始めたのかというマーキングをします。それでは、作業を再開。これね、一回一回こうやるのめんどくさいんで、一回こっち向きを全部やってから、その次こっち向きやります。あのね、見たとこね、めっちゃ鋭利になってるんですよ。これちょっとズームしてみますね。わかりますかね、これめっめっちゃ鋭利になってるんですよ。あの手で研ぐ時よりかは、もうほんま勝ってよかったです、これで。だいたいね、 2,3 秒で十分ですね、これ。あの一辺この押すボタンのね、この長さ見ててくださいよ。ちょっと、逆光で申し訳ないですけどね。ほら、これめちゃくちゃ研げてますよ。これ買ってよかったよ。これ、この作業するときちょっと緩めといた方がいいですね。あのね、3秒もいらないですね。1秒ぐらいでいいですね。で、やっぱり、回転が止まるまではこう取り出さない方がなんかいいような気がしました。今やっちゃった。
あー、こことか全然もう歯が垂れてないですね。ここあ、一周しましたね。はい、じゃあ次、逆側やって、逆側っていうか、この向きの研ぎをやっていきます。角度を変えて、こうマージンがあるんですよ、こっちとこっちと。だからこうこう根気でね、当てて、でこうやってやった方が安定しますね。はい、一周したかな。一応やった方が、はい、一周しました。またね、切れ味の方は別の動画でレポートをしたいと思います。本日の動画は以上です。ではでは。